どうも、アニマズです。今回は砂のように消えるテキストアニメーションを作っていきます。まずはじめにコントロールと T でテキストツールに切り替えてもらってテキストを準備していきます。まあ画面をクリックしてもらってお好きなテキストを入力しましょう。でですね、フォントはゴシック体でお願いします。そうした方がその変化がわかりやすいので太めのフォントをお勧めします。で、大きさもですね、200程度でお願いします。で作成が完了したら V キーで選択ツールに切り替えて、でレイヤーを選択した状態でコントロールとオルトとホームキーでアンカーポイントを中心に移動して、コントロールとホームで中央に整列します。これで一旦テキストの準備は完了ですね。その次に平面レイヤーを作成していきます。コントロールと Y で作成できます。作成しまったらこちらのカラーのカラーボックスをクリックで開いてもらって、色をですね、白、このカラーコード FFFFFFF、 こちらで設定をお願いします。 OK で作成が完了です。作成が完了したらですね、このホワイト平面を早速プリコン化していきます。右クリックしてもらってプリコンポーズをクリックで、この状態のままで OK をしてプリコン化します。でプリコン化してもらったら、このホワイト平面をですね、ダブルクリックでコンポジションの 中身を開きます。そしたらこのホワイト平面にですね、エフェクトをつけていきます。いつも通り右のエフェクト&プリセットパネルを開いてもらって、もう出ちゃってますね。はい、毎度お世話になっているタービレントディスプレイ先生を追加します。そしたらエフェクト&コントロールパネルに戻ってもらって、量を最初に500にします。でお次にサイズ、これを15にします。続いて複雑度を6にします。これでタービレントディスプレイスの設定は完了です。お次にこのホワイト平面レイヤーを囲むようにマスクを作っていきます。キューキーを入力してもらって長方形ツールに切り替えます。切り替えたら大雑把でいいんで囲むようにマスクを作成しましょう。まあ、こんな感じで問題ないです。作成したらマスク1を展開、その中の境界線のぼかしの数値を20程度にします。そしたらこの状態で V キーで選択ツールに切り替えてもらって、マスクのパスを0秒地点でストップウォッチクリックでキーフレームを作成します。作成してもらったら5秒地点に移動してもらって、今日マスクの境界線のぼかしを再度選択してもらった状態で、こちらのパス左の2箇所をシフトキーをしたままクリックします。すると同時選択できるんで、この状態でシフトキーを押したまま右へドラッグします。この平面レイヤーが完全に描写されなくなるまで移動します。これで完了ですね。では一旦この状態で再生してみましょう。こんなようなアニメーションになりましたよね。まあ、このアニメーションが砂が消えていく元のエフェクトとなっていきます。なのでめちゃくちゃ重要ですね。もう次もですね、このホワイト平面にエフェクトを追加していきます。今度は単色合成というエフェクトを足していきます。まあ検索窓に合成と入力します。こちらです。チャンネルの単色合成をクリックします。すると追加できるんで、でですね、やることはこのカラーを黒に変えます。0が全部です。黒にして OK をして完了ですね。そしたら再度コンポ1に戻ってもらって、このテキストにですね、エフェクトをつけていきます。まあその前にちょっとこの順序を変えます。ホワイト平面を下に持っていって、一旦非表示にします。で、非表示にしたら再度テキストレイヤーを選択してもらった状態でエフェクトを追加していきます。再度エフェクト&プリセットパネルの検索窓にですね、チャンネルと入力します。チャンネル設定ですね、こちら。チャンネルのチャンネル設定を追加します。で追加したら一番上のソースレイヤー1のなしをホワイト平面に切り替えます。これで完了ですね。再度エフェクトを追加します。今度は CC ボールアクションを追加します。検索窓に英語でボールと入力します。こちらシミュレーションの CC ボールアクションを追加します。追加してもらったらスケッターをですね 0.1 に変更します。続いてツイストプロパティ、これを X アクシスからレッドに変えます。ツイストアングルをマイナス90に設定してもらうとこのような状態になります。まあ、90度回転させている状態なんで、まあ、インジケーターを進めてもらうとアニメーション化していることがわかるかと思います。続いてグリッドスペーシング、
これを0にします。で最後にボールサイズ、これを50で設定します。まあ、すると一気に砂っぽくなりましたよね。では今度はこのテキストを上に持っていきます。テキストレイヤーを選択した状態でシフトキーを押したままコンポジション画面の方のテキストレイヤーを上に持っていきます。するとなんということでしょう、あっという間にですね下に落ちていくようなアニメーションになりました。まあ、一旦再生するとこんな感じになってますね。まあ、ただ今の状態だともうまだまだなんで、こっからさらにエフェクトを追加してよりリアルな見た目を作っていきます。サイドエフェクト&プリセットパネルの検索窓にコンバイナーとカタカナで入力します。こちらチャンネルのチャンネルコンバイナーを追加します。でその中の変更オプションを赤に切り替えます。まあ、これは変えたい色を設定するっていう状態 でターゲットでそのアルファに切り替えます。まあ、するとこっちの色情報は保ったまま下の方の色情報は完全になくなりました。フラクタルノイズというものを追加していきます。まあ、検索窓にノイズと入力して一番下ですね、ノイズ&グレインのフラクタルノイズを追加します。まずはじめにコントラストを50にします。続いて明るさを20、以上で完了ですね。これで砂の表現を作成していきます。では今度はコロラマというエフェクトを追加していきます。再度検索窓にコロラマと入力します。こちらカラー補正のコロラマを追加します。するとなんということでしょう、一瞬で毒々しい色になりましたね。ちょっと今の状態だととても砂とは言えない状態なんで、まあ、砂の色であったりとかミッドトーンとか、まあ、ハイライト、シャドウの質感を作っていきます。まあ、出力サイクルを展開してもらって、でこちらのプリセットパネルを使用を選択でプルダウンしてもらって金色1に変えます。するとあっという間に砂のような見た目に変わりましたね。では今度は最終調整に入っていきます。コンポジションの縦幅を変えていきます。コントロールと K でコンポジション設定画面を開いてもらって、高さを2000から3000程度にします。僕の場合は2500でいきます。すると縦幅が増えたんで、もうちょいこのテキストを上に持っていきます。スル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 ーと上に持っていくと、まあ伸びていることがわかるかと思いますね。まあ、若干ちょっと余裕を持って上に設定したっていう感じです。まあ、具体的な調整はこれで完了なんですが、まあ、ただちょっとこのテキストの質が荒いんで、このテキストを1個複製してこの隙間をですね埋めていきます。コントロールと D でテキストを複製して、ボールサイズとグリッドスペーシングとスケッターなどの数値を調整していって、この隙間を上げていきます。まずボールサイズを60から70程度にします。まあ、これは単純にこのドット状粒子の大きさを変えていくエフェクトとなっています。でグリッドスペーシングを1にしてみたりして、まあ、お好みで調整していきましょう。するとこの砂の粒子が大きくなりましたよね。でスケッターを0にしてみたりとかして、まあ、調整していってみましょう。まあ、0.2 がいいかもしれないです。まあ、良くなりましたね。まあ、先ほどと比べれば、まあ、その規則性というかこの隙間は気にならなくなったかなと思います。ではこの作成したテキストレイヤーをですね、またまたプリコン化します。まあ、全選択してもらって右クリックでプリコンポーズを選択で、まあ今回はちょっと分かりやすくするために名前をですね完成とします。これで OK で作成しましょう。するとこれがプリコン化されたんで、再度このプリコンをコントロールと2で複製します。で複製してもらったら下のレイヤーですね、これを3フレーム地点2から始まるように、まあ、頭を移動させます。で移動させたらこれが最後のエフェクトです。検索窓にトーンカーブと入力します。こちらカラー補正のトーンカーブを追加します。追加したら一旦上のレイヤーは非表示にして、でトーンカーブのこのラインをクリックして、でクリックしたまま下へドラッグすると若干この色が暗くなっていることがわかるかと思います。まあ、シャドウを作っていくことで厚みを持たせていく感じになります。上のレイヤーを表示にして再生してみるといかがでしょう。こんな感じでテキストを
アニメーションに厚みが出てさらにリアルになったかと思います。これが砂のように消えるテキストアニメーションの作り方でした。以上が砂のように消えるテキストアニメーションの作り方でした。こんな感じで僕のチャンネルではテキストアニメーションなどのアニメーション制作で役に立つテクニックを結構な頻度で配信しています。この動画がいいねって思ったら高評価とチャンネル登録の方をお願いします。今回の動画はここまでとなります。ではまた。